わー、雨でーす。関東は雨ということで、ちょっと前髪がね、この放送始まってから直し出すっていうねやつなんですけども、さあ本日も始まりました、すごーカフェです。皆さんこんばんは、しのまること市田しのです。今日もですね、私が映る前に可愛いということでありがとうございます。今日もね楽しくやっていきたいと思います。ゴールデンウィークでが終わりまして、皆様どんな感じで過ごされていたのかなって思いつつ、今日ねいろんなみんなのお話とか、おむーさんとか私のね、いろんな何をしてたかみたいなお話とかね、なんかすごい情報もあるみたいなので、それもね楽しみだねっていうことで、今日もみんなゆっくりしてってね。よかったら下のコメントフォームからどしどしコメント感想、私たちへのメッセージくださいということで、丸顔隠しヘアスタイル全然隠れてないでしょびっくりしちゃった。丸顔隠れてんのかな、ラッキー。すごい情報、なんか最近出た情報かな、があるみたいですよ。はい、ということで今日もこの方をお呼びします。アム店長です。どうもこんばんは、小村です。こんばんは。なんか晴れてるねこっちね。確かに雨って言ったけど、すごカフェ、すごカフェだけ今だけ晴れてんのかな。そうそうそう、すごカフェはやっぱりね晴れ女がいるんで。そうですね、店長って言ってるファンの方がね。あの太い声でありがとうございます。ふにふにってありがとうございます。いやー5月ですね。5月になっちゃったね。ゴールデンウィークどうだったよ。いやゴールデンウィークはね、いや普段通り、うん、本当にいつも通りの仕事とかしてたんですけど。お仕事してたの？仕事してました。いつも仕事してる曜日とかは。ああ普段しないからか。そう普段しないから。なんだけど、うん、あれです、ミュージカル見に行きました私。お、ミュージカル、何のミュージカル？メリーポピンズっていうディズニーの。あ、ディズニーか。そうディズニーのミュージカルなんですけどそれこそ私が見に行った時はブラザートムさんとか。おそう、本当にテレビとかでもね出てるような方々が。あ、出てた舞台だ。そう出てる舞台で、5月8日が、うん、東京の千秋楽やったんで、その前に見に行って、うおーって思いながらやってきました。いいですね。そうなかなかねそういうお休みがないといけないじゃないですか。そうだね。そうお誕生日おめでとう、ふーだって。 ありがとうございます。もうだいぶ先月ですけど。先月でも前回はねお誕生日会だったから。初めてですよ、5年間やってて初めてお祝いされて、うん、ありがとうございました。いや初めて口ではねおめでとうございますと。ありがとうございます。お伝えしてたけど、お気持ちが嬉しいです。いや言うて皆さんがね、うん、いっぱい送ってくださいましたもんね。本当にありがとうございます。使ってますタオル？もちろんですよ、もうふわふわだから。あれめちゃくちゃもうふわふわだからね、すごいふわふわ。今取り合いだから家族と。あ、取り合いになってる、うん、それ使うんじゃねえっていうふうに言われてる。いやいや俺がもらったんだから確かにそういうふうな感じで、うん、おめでとうございます。ケーキとか食べたんですか？ケーキ食べない。まあね、あのいただいたコーヒーゼリー食べてて。あ、うん、本当ですか？あれいいね、嬉しい。あれ毎日一個食ってもいいぐらいな感じで。いや嬉しいです。なんかね、糖質オフだし、ね、そうそう、あのあと普通に売れるって言ってくださって嬉しかった、うん、普通に買えるよ、うん、いや嬉しいです、ありがとうございます。今の私の健康状態にはベストだったね。いやもう本当にみんなと相談して、うん、いやおむーさんに甘いのはダメやしみたいな、うん、クッキー作るの好きやけどクッキーは多分ねみたいなって言った時にみんなが、うん、じゃあ寒天、コーヒーゼリー寒天は、うん、そうそう、なんかね歯ごたえがあっていいんだよあれ。そう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 本当に食べやすいし結構歯ごたえでしたね、うん、ヘルシーだし、うん、ありがとうございます。ケーキ食べたら天国のカウントダウンが進んでしまうだってそうなんですよそうなんですよじゃないですよ、カウントダウンしちゃうんですよ。違う違う違う、なのでまた来年もよろしくお願いします。もう来年ケーキにしようかな、死んじゃうからカウントダウン始まるから。カウントダウン始まっちゃう、じゃあダメだ、長生きしてもらわないと。そうですよ、この番組一人でやることになりますよ、ね、私が、いやいやいや、おめでちょいなくなったら普通に私の番組になっちゃうからもう やめるけど。いいじゃん、すごカフェしのだけです。いやもう普通に配信になっちゃう。普
通の配信ね、普通の配信になっちゃうね普通の配信だねえ、大店長ゴールデンウィーク何されてたんですか？いや今年はね全然お出かけしなかったね。あ、本当、うん、なのでほら、うん、子供も今ね中2なんだけどね、うんうん、塾もあったしね、お姉ちゃんが、うん、うんうん、塾もあったし、そっかそっか、あ、だからあそこ行ったよ、たまれんへいつもじゃないですか、ゴールデンウィークじゃなくても行くじゃない。たまれん行ってほら、うん、もうこれから雨がさひどくなっちゃうから、ね、関東はね、そう、もうずっと雨でしょ、ずっと雨ですよね、だから雨天中止なわけですよ撮影が。あららら、ら晴れてる時にもう行かないとね、取りだめしないとね、取りだめてもいないんだけどね、してないんだやっぱ一つ作るのに結構時間かかるからさ。確かに確かに、あ、そうなんですね。そうなんですよ。そういえばゴールデンウィークって、うん、何もない、それこそマンボウだったりとか緊急事態宣言が出てないゴールデンウィークが2年ぶりなんですって。そうだったみたいだよね。でもみんな出かけてないよね。いや、めっちゃいましたよ。いたの？電車の中すごかったです。じゃあ俺らの周りだけか、うん、みんな出かけないんだなって。そうから、いや本当になんか出勤してる電車、うん、いつもはサラリーマンさんとかが、うん、ね、私より目線が高い人がいっぱいいるけど、モノクロで電車の風景が、うん、なるほど。いやでも幼い小さい子たち、家族連れの方多かったんで、カラフルでしたね電車が。あ、そう、そう密じゃん、密密、本当に密。またこれぶり返すじゃんかもしれないけどね。でもまあまあ、なかなかね普段行けない、ね、連休じゃないといけないようなね、とことか。たまれんいいよ、全然密じゃないから。本当、うん、敷地広いし。そう、東京のど真ん中にあんなに森林があるのかみたいな自然、自然。あ、そうなんですね。あ、でも自然求めてる人にはいいですよね。で、誰もいないから。誰もいないんだ。え、それこそお墓参りの方とか。そう、まあたまにお墓参りの人とか、普通にそこ近隣の人が普通にこう、うんうん、チャリンコで通り過ぎるとか。ああ、うん。だその程度だし、全然密にならないし、うん。あ、そうなんですね。うん、じゃだからって誰もいないってわけじゃない。いるんよ、人は。ちょいちょい、うん、そういう散策してる人とか、なんかのんびりしてる人とか。普通にお散歩しに来てる方とかもいらっしゃるんですか？そうそう、犬の散歩してる人とか。へー、だから全くいないわけじゃないから寂しいわけでもないけども、うん、混んでもいないっていうね。いいですね、自然はいいぞって言ってる。いいんですよ、うん、なのでおすすめですよ。あ、ちなみにね、うん、チャンネル登録者数がね、あ、どうなったんですか？48人。え、すごくないですか？ちょっと微増え、だって1ヶ月ぐらいでしょやって、3月からだから2ヶ月やったってことね。いや、すごいすごい。で、俺毎日投稿してるから、毎日投稿して今87個上げたのかな今日で。え、すごいじゃないですか。やっぱ毎日投稿が一番いい、ね、これから毎日投稿できないわ、雨。あ、雨でね、うん、あとね、蚊がね、夏はね、ほんと蚊が大量発生するんでね、あそこ、野生の蚊が。いけないわ、私。そう、ちょっとね、危険ですよ、たまに、ね、危険。いいんだけどね、これパチパチって、うん、ね、すごいね。あともうちょっとなんでね、50まで。いや、すごい。なんかネタが尽きたら、それこそネタが尽きてない、尽きないか心配とかあるけど、あのね、尽きないんですよ。あ、ただ、別に YouTuber 目指してるわけじゃなくて、レガシーとして残したいと思ってるんで、うんうん、レガシーってなんだ？遺産です。あー、なるほどね。10年後20年後見ても見れる番組作りを一つ一つ作っているの で、うんうん、で近隣の子供たちとかがね、うん、なんか勉強の一環でね使ってくれればいいかなと思って。いや、なんかそれこそお墓今取れないってなった時に何あげようってなったら、うん、あの説明動画欲しい。オムーさんがお墓について喋ってる、タマレーンのここはこうで、こういう感じですみたいな喋ってる。喋りながら撮ってるよ。でも、でも自分を映してなんか、あ、映しな、そうそう、じゃあコラボする、シノチューブと。あ、なんかタマレーンでシノチューブ、まあ私の方じゃ、はい、なんかね動画シノチューブでやろうよ、タマレーン。いや、いい、それはオム店長だって私別にタマレーン押してないもんいや、今日のこのロケ地のタマレーンです。いやいや、企画的には完全にオム店長のチャンネルで私に教えるの方がそれは合ってる。何を教えるの？まあ、ツアーはできる、ね、そうそうそう。でも広いんだよ、めちゃくちゃ。東京ドーム27個分だからね。ねえ、人はいないけどあちらの世界の人がたくさんいそう。まあいるでしょうね。ほとんどの人成仏してるからね、出てこないんだよね。あ、そうなんだ、うん、やっぱ著名人は。写真とかも何万枚も撮ってるでしょ。1日行って1000枚撮るからさ、写真めっちゃ撮るやん、うん、で、動画だって撮ってるじゃん、うん、で昔はフィルムだったからさ、うん、
でも心霊写真なんてね写ったのね1回しかないし、うーん、でなかなかあ気配を感じているなと思ったのだって 2,3 回ぐらいしかないから、うん、いないんだ。そうなんだ。え、でもどんな心霊写真やったんですかそれ。それ前話したじゃんここで。え、なんだっけ、有島武雄さんがいらっしゃったんだよ。あーそれかそう、はい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 、そうで俺言ってた言ってた、書き始めちゃったんだよね。え、乗り移っちゃったやつね。そうそう、で賞取ったんだよ。もう俺いけんじゃねえかと思った。でその後そのいなくなっちゃったんだけど、もう少しいてもらったらもっと ね、 俺 ね、 作家になってたかもしれない。作家になってたかもしれない。もう成仏したんでしょうね。行っちゃったんだよ。書いて、あ、賞取れた、いいの取れたって。もう出てこないの。ねえ、もう25年ぐらい前の話です。右手に見えますのが玉霊園です。左手に見えますのは玉霊園。もう玉霊園やないかい。そうなんですよ。もうどこもかしくもすごいよ。ねえ、おすすめです。そうなんだ。いやもう、うん、でも48人ってすごいから、今年でね100人いけそうですね。いくかな、このままいけば。まあスゴカフェの YouTube ですら100人いってるからね。あ、そうなんだ。5年越しで、まあ、まあ、またちょっとジャンルは違うからそうなんですよ。いやそうなんですね。あとこれだ。もうなんかちょっとね、これ右側にねシャビシャビしたものずっと映ってたけど、うん、これ買った。これはジョイント、ジョイントの DVD、 DVD だ。ついにね、先月末に発売されてね。でロングランだったの、ずっと半年ぐらい、うんうん、映画自体が、うんうん、でついに DVD あって、皆さんもぜひ買って、で我々はどこに映ってるのか、もうウォーリーを探せぐらい私の場合は難易度高いんで。しのさんは難易度高いよ。うん、マジで高い。でもね、すげえ重要なポイントだからね。あそこから構想始まるからね。あ、まあね、うん。どっちかっていうと私はオチの方だからね。そうそうそう。DVD、おおすごいねって。ね、DVD。一応これも持ってきたよ。一応パンフレットもね。パンフレットも。本当だ、映画のね。そうそう、これ後ろにね、ほら、サイン入ってる。あ、本当だ。ほぼ出演者の社員さん。山本さんのサイン。そうそう。あと、小田監督のサインとかも入ってる。やば、超レアじゃん。で、ジョイントですよ、ね、重要なのにそんなに、そうそう重要な、え重要なんだけどめっちゃ探すの大変かもしれん。重要なポジションにいるんでね、ここで決まったんだからさ出演。いやね、しかも、うん、出してくださいよみたいな。そうなん、買ったんでしょ、もちろん。私ですか、うん、買ってないっす。え、買わないのだって初めての出演作でしょ、映画の。まあ確かに映画はそうですね。これしかも賞いっぱい取ってるからね。ねえ、しかも海外とかね、外国の、そうそうそう、こういう なんか映画祭にも出品してるし、うん、大台監督がだって監督賞取ったじゃん、新人監督賞、ね、で山本君だってね新人のあれにノミネートされてたし、うん、結構すげえじゃん。うん、すげえ、すげえの記念に持ってないの。そう、まだ購入してないですね。え、欲しいの。欲しい。じゃあこれ俺の住所書いてある。住所書いてある。怖い怖い怖い。これうちの住所、こっちうちの住所書いてるから気をつけて。パラッてしないでお願いだから。え、本当に住所書いてある、うん。ちょっと開けてみて。開けていいんですか。うん、何だろう。アマゾンさんから届きました。アマゾンで。アマゾンで買えるんですか。アマゾンさんから。これね。わ。お。ジョイント入ってる。やったじゃん。いただいていいんですか。プレゼント。やった、嬉しい。お母さんと見よう。見て。見れるかな、家族と。初めての出演ね。確かに。ちょっと実家帰った時に一緒に見てさ。私はどこだっつってね、うん。もらっちゃったー。で、店長もう一個ある。あれ？なんか。これ俺の。言っていいんかなって、どうかなって思ったんだけどさ、もう一個ある。じゃあ今日いいトークして、今日もやるでしょ電話でポン、うん、いいトークしてくれた人にプレゼント。そんな軽く、いいトークしてくれた人にプレゼント、うん、何いいトークって何ですか。いや、ジャッジするんですよ。よかったねってプレゼント、プレゼント企画。ちょっとしのさん、できる電話でポン。あ、もう、うん、もうもうなの、もう急に、うん、急に。いいトークって何ってなってますよ。シノって顔映ってるの。だってちょ待って待って待って、もう電話かかってきた。ちょっと待って、ちょっとそのままやり続けて。あ、
ちょっとそのまま電話切らないで。誰から切れるんですか。こんばんは。あ、こんばんは。こんにちは。ジョイントもらえるんですか。怖い、なんか怖い人からジョイントもらえるんですかって来たんだけど。お名前お伺いしていいですか。あ、大阪です。なんで大阪。あれ大阪ってあの大阪やな。この間っちゃいました。大阪、あ、あれどうだった、あ、なんだっけ、なんとかパン、プリキュア、うん、あのあれだってメイクだったっけ、はい、上げさせてもらったんですけど、無事あの3種類もですね見つかりまして。あ、よかったじゃん。あら、どこで見つけたん。あ、そう、前回ちょっと見てない方おるかもしれないので、そうそう、すげえ怒ってた。この大阪さんっていう方がお電話してくださったんですけど。ここの常連客ね。そう、うん、ここにも出演したことない、メイさん、メイコさんが、うん、プリキュアのパンが欲しいということで、はい、そう買ってって言ったんだけど、大阪さんは見つけられないと、うん、どこにありますか、どうやって探したらいいですかっていう相談をくださったんですね。悩み相談だった。そう、いや、そんなものはネットで探せっつって、しのさんすごいね、冷たくね、そんなググれよみたいな感じでね、全然寄り添いがなかった。違う、ね、ググればわかるでしょって言って、ほら出てきたじゃんっつって言ったな、ご自身でね。その後え、見つかったんですね。そうですね、はい、見つかって、厳しい愛の無知のおかげでですね、で、あの、はい、自分で行動しなきゃなと。お、あー、なるほどね。で、自分で行動して、え、どこで見つけたんでしたっけ。伊東洋華堂とちょっと離れたイオンで、うん、あれやっぱそのイオン系列やないかい。だってね、前さ、あ、そうです、だって前さ、どこにあるかって調べた時に、その伊東洋華堂とかそういう系列にありますよみたいな話、確かね、あったんじゃないかな。しのさん冷たけど、スーパーにはないなってね、大阪さん言ってたよね、みんな。今日もあれですか、追い込まれる感じですか。大阪君すごい冷たいよね。いやでもツイッターで見つけたの報告してましたねって、ツイッター見てくださってる方も、よかった、はい、そうですね、あの、皆さんから、ね、はい、協力いただいたので報告しなきゃなと思って、ね、で何、このゴールデンウィークに実家かなんか帰って渡せたの、それで、そのめいっ子さんに。はい、渡せたんですよ。あ、よかったよ、それは。よかった、喜んでましたか。どこだっけ、雪国だったっけ、付属のあの、はい、シールもですね、かぶらず。おお、すごい、よかったよかった、それはよかったですね。あ、できて、はい、あ、お疲れさん、お疲れ様でした。シノは嫌いなの、だって。言うて、こんだけ私言ってますけど、うん、大塚さんとそんな絡んでないですからね。でもここに来て絡んでたじゃん。あ、そう、ここに、うん、あのゲストで来てくださった方も、あ、違う違う、ことも来たもんね。そう、ゲストで来てくださったこともある。だってせっかく、だってスゴカフェのツイッターやってくれてるんでしょ。そう、広報です、広報の方です、ね、そう、もうちょっと優しくしてやって。もうちょっと優しくして。あ、じゃあ大塚くん、これじゃあいい話だったってことで、はい、プレゼントでいい。あ、もう決まり。お、うん、大阪でも、まあ、確かになんかジョイントもらえるんですかって言ってきたしね。ジョイント欲しいでしょ。いや、もう、はい、見たの映画は、映画見たの、はい、あ、そうだ、あ、見てくれたんだ。だって、こう、あの、ツイッターにもね、見ましたみたいなの書いてくださってた気がする。あ、そうか、はい、じゃあやるか。ね、一応。じゃあ、え、欲しい。じゃあここに、欲しいっす、取りに来てよ。取りに来てよ、うん、まただって最近お店来てないじゃん。最近お店来てない。サインいただけますか。ちょっと嬉しいですけど、どこにか、お二人の、どこに、まあ、いここはだってあれでしょう、山本、ここ山本くんでしょう、やっぱしサインもらうんだから。うんうん、取りに来てって言って、取りに来て、じゃあサイン書いて、いつもお世話になってるんで、その、これは完全にいい、うん、いい悪いとかじゃなくて、いつもお世話になってるんでっていう DVD の、はい、お渡しです。ちょっと趣旨が変わっちゃいましたが、皆さんごめんなさい。感謝の気持ち、そう、感謝で、いつも普段ツイッターありがとう。そこ優しいんだ。そうすいません。これなんか総裁される感じですか。はい、すいません、いつもお世話になってますっていう感じで。今日この間の続きを教えてくれたってことでね、ありがとうございます、うん、ご報告を。よかったよ、そのパンが見つかって。すっげえ冷たくあしらった感じだったからね。いやいや、違いますよ、うん、
見つければある探してみなさいっていう、うん、あそこ知った激励があったから探せたってことそうそうそう、 あ、 そうか、あそこで言ってなかったらね、うん、だって諦め早かったもんね、早かった、もう見つかんないっすみたいな言ってたかもしれない、そうだねそうかそうか、あ、よかった、ね、塩対応じゃないですもん、塩対応だったらもう言わないですからね、うん、愛があっての対応だ、そうそうですね、なるほどね、はい、そうですよ、普通です、いやでもありがとうございます、塩対応ということで、いやいやご報告まで、うん、ごめんなさい、親父役みたいな、うん、はい、え、あ、全然聞いてないから大丈夫です。ちょっとギャグにはよく、ギャグはよくわからない。また怒っちゃうからシドさんね。はい。出しゃばりました。あ、分かった。あの、そう、普段のちょっとね広報担当してくれてるから、うんうん、その感謝の気持ちでいいかな。っていうことで、サインも書かせていただいていいんですか。これ価値下がるけど大丈夫。そう、価値下がっちゃうかもしれない。あとで書いてあげて。書かせていただきますね。うん、じゃあ、今度取りに来て置いとくから、はい、お店にね、あ、はい、最近来てない、ね、はい、カフェに顔出させて、そうそうそう、味噌汁飲みに来てよ、はい、またね、うんうんうん、ぜひぜひまたお越しくださいませ、はい、そんな感じかなゴールデンウィークは楽しかったですか、完全になんか、もう、はい、楽しかったです話してあげる、あ、よかったです、はい、本当にあの、はい、めいっ子が喜んでくれて、あ、ほんと、よかったよかった、うん、生放送出たんだよとか言いました、あ、この番組出たことはシークレットにしてます、あ、シークレットに、あ、シークレットそう、怒られてるからはい、サイン入れるとブックオフで売れなくなるけどいいかな、売らないでよ。売らないで、売らないで。そうですね。ちょっと考えた方がいいですか、ね。シロさんも売るない。行くまで。売らないですよ。ないと思います。じゃあ、じゃあ、あの、はい、シロさんのサインつけて渡します。オム店長、はい。書かせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しいのに。ありがとうございました。ご報告も電話までしていただきまして。じゃあまた大阪くん次回もかけてきてね。またね、空気読んでね、空気読んで、俺誰もかかってねえなと思ったらかけてきて、ぜひよろしくお願いします、はい、ツイッターも楽しみにしてます、はい、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございました、大阪ありがとうございました、いえ、こちらこそありがとうございます、すみませんすみません、ありがとうございます、はい、失礼します、失礼します、お、大阪さんだった、びっくりしたまあでもいいや、続き聞けば、ありがとうございます、気になってたんだよね、あのパン買えたかなってね、確かにね、ほらみんなね、うん、最後の最後に決定じゃないのとかそりゃそうだ、何何からあの、うん、ジョイントを渡すのいい悪いいい、いいなって思った電話の人には渡すって言ったからね、そうだね、そうちょっと趣旨が変わっちゃったもんね、いやもう趣旨を変えて、うん、かいつもの感謝ありがとうございますっていう感じで、そうか、送りさせていただくことになります、ありがとうございました、じゃあパチパチありがとうございます、皆さんはぜひ自力でご購入いただいてこれアマゾンってこと、アマゾンで買えるんですか、アマゾンで、うん、売ってる、これアマゾンで買ったもんね、これアマゾンでしょ、この袋はアマゾンだ、うん、そうそうそう、アマゾンで、いやこれなんか死の顔写ってるのってあったけど、死の顔写ってるかな、死のさんはね、ギリギリ写ってる、ギリギリ写ってるわ、だよく目を凝らすよくね、こうやって目を凝らすと意外といるかもしれない、すごい重要なポジションだからね、うん、ただ、顔が目つぶっててもあ、シノだってわかるかもしれない、ね、声でわかるねあ、声でね、あ、シノさん来たみたいな、あ、シノのターンだっつって、これジョイントの、映画自体出演者がほとんど男なんだよね、うんうん、そうですね、女性がほとんどあんまり出てない中で、うん、ほんと数えるぐらいしかいないじゃん、うん、家族のお母さん役の人と か山本君の彼女役の人と、うん、あとシノさんぐらいしかいないじゃん、もう何なんか他にいたかもだけど、他にいないよ ね、あと DVD でまたね、うん、映画バージョンとちょっと変わってる、そうそう、え、映画だとさ、あ、いたかなと思ったらさ、もうすぐほらしのさんの出番終わっちゃったからさ、うんうんうん、もう一回見たい、もう一回もう一回ちょっと巻き戻したいなってできなかったね、映画館だと、確かにね、これだとこれだと巻き戻しって、なんだったら一時停止できるからこれだねって、うん、ねえ、そう、そしたらもういい見れるかもしれない、新たなちょっと普段見れない私がね、そうです、見れる、そう、巻き戻しってもう言わないのよ
ねえ、チャプター戻す、そうそう、テープじゃないからね。そうか。ディスクだから、そう、時代出ちゃいますね。時代が出ちゃった。VHS なのよ、それ。そう、俺 VHS の時代だからね。そう。そうか、そうか。ぜひぜひ。なので、皆さんもぜひね、ご購入していただいて、我々に会えれば、あの、サインをつけてくれるって言ってますんでね。うんうん。ぜひ。そうですね。価値下がっちゃうかも。じゃあ、山本に渡しといて。渡しといて。うん。まあ、来ていただいたときにね、店番してるときに、じゃあこの辺に後で飾っとこうかな。そうだね、ちょっと今飾れないから後にしようかな。そんな感じででございますか。ありがとうございます。いや、なんかね、ジョイントもね、あ、でもなんかどんな感じのね、うん、ジョイントってそもそもずっと見てくださってる方はもう、あ、ジョイントってこういう感じの映画かなっていうの分かると思うんですけど、最近見てくださった方も多分いるじゃないですか、ニコ生、この姿で。そうだね。結局なんかどんな感じの映画なんですかね。あ、じゃあ動画見る、あれ1分間の動画あるんですか、今日も。あの、ほら、1分間のダイジェストの何、うん、予告編みたいなのあった。はいはいはい、あれあるかな、まだデータ。あ、あるって。そんなすぐ出てくるの、うん、ね、確かに。前、ほら、前流したやつだよね、予告編あるの、うん、あ、じゃあぜひ、じゃあそれ見ようか。うんうん、じゃあジョイントのどうぞ。どうぞ。突然のお電話申し訳ありません。森口さんのお宅でよろしかったでしょうか。暗証番号を押してください。時代はブンブン、もしもし、名簿か。久しぶり。久しぶりだ。元気？なんか名簿濡らすの出たってあるか。数は少ないんですけど、こういうのから抜いたのありますよ。何やってんの？お真面目にやってるよ。もう立派な投資家や。まあ、いわゆるビッグデータと呼ばれるものでして。データ？自分は道を外していたこともありまして。昔のこと調べて、たけしさんの席外してほしいって。裏から見たら表が裏なんだよ。会長が来られました。おめでとうございます。新しい組立ち上げることにした。私に何か頼みたいことがあれば何でも言ってください。敵取りってのは山々なんで。それがヤクザなんですね。そういう話はヤクザになってからしてくんねえか。また虫戻るっけか。ヤクザのことはヤクザに任しとけって。うちはベッテムだぜ。いたね、私もね。ちょっと笑っちゃうんだけど、あのシーン。いたね。今までね、ちょっと緊迫感ある感じで、お、かっこいいなと思ってたらね、いつもなんか見てる人が。あのね、映画館で3回見たのよ。うんうん、で、今回これ買ったじゃん。うん、はい、で、やっと相関図が分かった。ああ、よかった。じっくり見て。うんうん、で、私のオチがやっと分かった。おお、なるほど。あ、こいつバルだ。分かった。まあ、そこはね、どうなのかっていうのは DVD 買っていただいてなんですけど、お、みんなパチパチありがとうございます。え、本当にさ、このような、あ、これね、オム店長です、これ羽田空港、ちょうどさ、3年前、え、令和になったばっかしだから3年前か、うん、3年前か、もう3年前だ。へ、これちょうどゴールデンウィークの時に呼び出されて、羽田空港くっそ混んでる時、まだコロナ前。はい、そうですよね。コロナ前の令和元年だよ。令和元年なった、令和になったばっかしなんて、これは5月からだったじゃん、令和が、うんうんうん、なったばっかしの時に羽田空港呼ばれて、これ撮影した。3年前。なんかね、このような非常に緊迫感あふれる、うん、あの映画に私たち本当に出てるんですかって思っちゃうんだけど。ねえ。ねえ。中身も知らないで ねちょっと出してくださいよみたいな感じで決まっちゃったからね。そうで、行ったら交番票まで、
書いてくださって、うん、俺なかったけどね、なかった、うん、何の役なのかもさっぱり分かんない、呼び出されてるからね、やりましたね、懐かしい。アマゾンの商品ページ行ったらシノいなかった、うん、そりゃいねえだろ。あーシークレットだもんね、シークレットゲスト、そう、ね、はい、そうシークレットゲスト、シークレットだから、そうなんですよ。でもあの、ね、テロップにはいるからね、前いるいる、ここには流したけど、うん、ここでね、そう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 、シノのね、シノがね、ひらがな、ひらがなでめっちゃ可愛い感じで、うん、ちゃんとね、役名も書いてる位置だしので、だからいっぱいいる中での位置だしのじゃなくて、ちゃんと一個だよね、位置だしのって書いてあって、もうみんな結構もう漢字でね、ダン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 って書いてあるのに、うん、シノもう分かりやすい、すごい分かりやすいよね、すごい分かりやすい、ほらここにも載ってるから、ほら、あ、ほんとだ、もう分かりやすい、名前載ってるからね、名前載ってる、ね、なので皆さんもぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますあ、シノだけじゃない、一田シノね、そうそう、一田シノのシノがひらがなだったね、そう、ひらがなやった、うん、でも可愛いなって思った、ほうほう、ひらがなの感じもいいな、役者するとき、ね、映画出るときはそれなんでしょ、あ、そうそうそう、うん、映画出るときはね、ひらがなにしようかな、そんな感じでございまして、はい、なんかすっげーもやもやしてんな、もやもやしてるもやもや、あ、最初からね、うん、そんな感じでございました。はい、オム店長はじゃあゴールデンウィークにジョイントの DVD を買った、うん、じっくり見たってことですね、いいですね、うん、じっくり見て、楽しみました、いいじゃないですか、貴重な経験、もう出ないから映画、いやもう本当になかなかないですよね、そもそもね、最初で最後なんでね、うん、確かに確かに、なので本当にいい経験させてもらったってことでね、うん、よかった、よかった、いやありがとうございました、大台監督、大台監督ね、またよろしくお願いします、また次の作品がね楽しみで、多分ジョイント2とかあったらまずさ、末席に私の殺されてる場面からスタートなんか海に浮かんでる、なんで殺されてるんか分からんけどね本当にそっからスタートだな多分ねそれ期待して、うん、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ね、はい、今日ね、うん、ちょっと話は変わりまして、あ、ジョイントおしまい店長浮かぶの、だって浮かぶかもしれない、あ、そうかもしれないね、浮かばない方法もあるかもしれないけど、ね、どういう殺されてる方かな、どうなんだろうか、うん、楽しみですね、死んでるんだそう、今日はLINE アットご登録いただいた方には、お、はいはい、私くしからおメッセージをお送りさせていただきましたが、皆さん見ていただきましたでしょうか。5年目にして何仕事したの。5年目にしてついに初めてちょっと店員らしいことしてきました、うん、いつも大阪くんにやっとけみたいなさ、はい、なんかもうちょっとこうしてもらっていいですか、うん、みたいなやってたけど割引あ、割引券なかったですか、ついてなかった、あら、スコカフェのないわそもそも割引券ないのよ、作る、メッセージ来ました、拝見しました、天狗ジョブということでありがとうございます。何流したの。今日まずまあすごいカフェありますよっていうことで、うんうんうん、みんなゴールデンウィークどうだった、うんうん、みたいな、あ、じゃあ今日はゴールデンウィークどうだったっていうトークする感じ、いやなんかみんなどうだったかなと思って、うん、そうそう、なんかコメントだったりとか、あとついでにね、トークテーマある人送ってって、うんうん、LINE 今送ってくれたら見れるから、うん、トークテーマ送ってやって言って来なかったですね、トークテーマはね、トークテーマは来なかった、トークテーマは来なかった、あ、ね、これ言ってくれるかもしれないじゃん、あ、電話で、電話でこれについて喋ってくださいっつって、まあ、電話で来られてもね、電話でどうですか、あ、まあ、電話はね、電話はあれですけど、そうそうそう、悩みとかある方とかね、電話でもしあれやったら、うん、生放送で喋ってもいい範囲でねそうそうそう、本当にそう、え、じゃあもうするの、電話でポン、いや電話でポンじゃなくてもいいし、なんかトークテーマあったらここでメッセージくれればいい話ですね、なんかまた LINE アット、Twitter とかには載せないような画像とか動画ね、2人の送ったりとかできればいいなと思ってます、はいはい、あと目撃談とかね、しのさんここにいましたよね、やだよ怖すぎるそっとしといてくれそう、盗撮とかダメなの、いやダメですよ、もう盗撮送ってきたら、うん、すぐ言います、アウト、アウト、アウト、イエローカード、レッドカード、うん、あれとか一発レッド一発レッドです、もう厳しく、そこはね、
最近篠さん厳しいんですよ。最近じゃないです。実は最近じゃないですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、なるほど。そういうのね、隠さなくなってきただけ、うん、じゃあいいよ。え、篠さん何でもいいよ。何でもいいよ。いいよ。何が何が。俺もこれ話したから、うん、そう、満足だ。もうね、あのテーマなくなったので。そう、テーマなくなった。そうそう、テーマなくなったからね、知恵袋すら開いてる。あと1時間どうしようかな。あ、1時間あるの、あと。1時間あるんか。なんかないの、ネタ。ネタ、うん、今日ないっすね。みんな振ってたって、ネタ。そうそうそう、うん、ないから、質問とか相談とかあったら、うん、電話もしていいの。うん、電話も OK です。あ、電話も OK だって。電話もしてください。なんかね、19歳の男の子が、うん、相談の乗ってくれて、そう言ってるんですけど、いいですか。あ、じゃあちょっとそれ話すわ。どうぞ。なんか好きな女の子から LINE が返ってこなくなったんですって、うん、あら、嫌われたな。で、1週間後に遊ぶ約束もしてるんだけど、1週間前から返信が2日に1回になって、今は3日間何も返ってきてないと。でも嫌われるようなことした経験、記憶がないと。遊ぶのも全く嫌そうにはしてなかったし、なんかその子は嫌な人とは絶対会おうとはしない。でもいつも会いたいと言ったら会ってくれてました。自分の誕生日にプレゼントもくれたんですけど、何かあったのかなと。どうすればいいですかっていう19歳の男の子。2つあるね、予想がね。1つは嫌われたんだよ。だって会ってくれない人には会ってくれないんでしょ、うん、連絡しない人には連絡しなくなるんだよ。か、うんうん、これいつ投稿されたんだろう。ゴールデンウィークでしょ。今日です。あ、今日、はい、忙しかったんだよ。だって昨日までゴールデンウィークだったから。いろいろ。ああね、うん、8分前です。8分前投稿、はい、すごいね、はい、忙しかったんだよ。だからちょっと待てと、うん、明日連絡来る。うん、これまあ、もう一回連絡して、うん、え、おいライン、うん、全く。この女性がね、何歳かにもよるけど、もう脈なしと思って行動しといた方がいいんじゃないですかね。と思っちゃう、私は。冷たい。あ、冷たい。寄り添って。寄り添って。不安なんだから。あ、不安なのね。彼ほらね、3日間連絡なくて不安で不安でたまらなくて、もうどうしてどうしてもいいのか分からないから、はい、投稿しちゃったんでしょ。そっかそっか。それに対してさ、追い打ちかけちゃったらさ、もうそれはうすうす気づいてるわけじゃん。自分だって嫌われたのかなとか、何が原因なのか分かんないなって、もう不安でたまらないのよ。でもさ、嫌われてはないんですよ、うん、ただめんどくさくなった。うん、それはある。ちょっと圧が強い、ね、そうそう、ちょっと、いや、なんかそれか好きな人ができた、うん、好きな人できたら余裕があってね、なんかあしらえるから、多分なんか面倒くさくなっちゃったか、まあね、うん、もしくはなんか、あ、これってこのままだったら告白されそうだなって、でもこのままの関係がいいのか、いいんだけどな。オムーさんパターンね。だ、誰パターン。オムーさんパターン。なんで俺パターン。違う、オムーさんが、あ、俺がやられたパターン、ね、そう、やられたパターンね。俺がやってるみたい。違う、俺がやられてきたパターンね。このままがいいですとかね。そうそうそう、うん、あ、そういうんじゃないですみたいな、そういうやつね。うん、そういうやつ。そう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 、かもしれないよね。そっちのケースが多いんじゃないかな。うん、ね、その場合はもうとりあえず長期戦ですよ。長期戦、いつか気づく。いや、そうですよね、うん、一周回って絶対気づくっていうね、うん、長期戦で行くしかない。女性目線、うん、そうなんですよね。あ、篠さん目撃談がいっぱい投稿されてますけど。何何、いっぱい一つ、うん、パンチョ見られてるよ。篠がパンチョで目が食べて、パンチョって何ですか、うん、知らない。スパゲッティ。スパゲッティ、大きいスパゲッティ。あ、そうなの、うん、で何ですかって言ってもらったんやつ。どこかも分かんなかったっていう感じでしたね。あ、頑張れよと。あ、ちょっと待てと。焦るな、君はまだ19歳だと。長期戦だって。いつか連絡来るぜって。ね、いつか。そう、いつか焦るといいことねえからって。でもまあ本当にいつかは連絡来るでしょうね。信じろ、うん、どんなことがあっても信じ続けるんだよ。そしたらね、いつか気づいてくれるはず、うん、まだ19歳だろって。あと10年あれば。29歳。そう、だから10年後は29歳、まだまだ大丈夫だ。そうだ、そう、そんな感じですかね。
あとね、うん、あまだあんの、うん、好きな人が好きすぎてやばいって。それは普通だよ、うん、その子とは中学校から一緒でした、うんうん、高校も一緒がいいのでかぶせました、うん、めっちゃ可愛いです、うん、結構連絡は取ってます、どうすればいいですか、うん、っていう、ちょっとそのまま行けと、うん、それもちょっと落ち着けと、そう LINE とかでも好き好き言ってしまうくらい好きなんですだって。あ、いいんじゃない、そういう人もいる、男性でもね、うん、いるでしょうね、好き好き言う人もね、いいよいいよ、うん、その感じで頑張れよってその感じで頑張れよって、うん、押して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 、で一回ちょっと引いてみると向こうがうんってなるから、うん、そこチャンスなるほどね、押して引く、うん、押しまくって押して押して押してちょっと引く、だからさっきの子で言えば、はい、3日間連絡しないとか、あー今引く、そういうパターンになってしょうがなくなっちゃうから、うん、やられてんな、好きとかそうでも なかったんだけど、うん、なんか自分のライフワークからちょっとなんか違うズレがあると、うん、気になっちゃうんだよね、はい、うん、あれってあれ私にとってあなたはって、それだじゃあさっきの19歳の子もそれだ、うん、それだね、うん、まあ、ちょっと待って、あそれはちょっと待ってかもしれない、ね、ちょっとうるせえな、ちょっと待ってるかもしれない、ね、かもしれないけど、うん、それだ、あのね、押しまくりっていうのもねあれだよね、でもなんか女性はなんだっけ、愛される方が幸せになるとかって言いますよね、あそうそう、だからもうずっと耳元言い続けてみ、嫌われても振られてもずっと言い続けてみ、うん、10年後とか20年後にはひょっとしたら向いてくれるかもしれない、なるほど、やっぱり10年後だ、うん、そう根気が必要なんです、忍耐力、なるほどね、だから一途とストーカーって紙一重なんだよ、うんうんうん、自分勝手なんだよ、はい、好き好き言ってるやつっていうのは基本的に、うんうんうん、でもその一方的な好き好きが相手が受け入れた瞬間に、うん、確かにね、でもその受け入れるっていうタイミングが嫌がってるのに、うん、それやり続けると悪化するわけだ、それがストーカーになっちゃうんだ、そうそう、でも昔から一途な人はいて、うん、そういう場合っていうのは押しすぎずでも常にやっぱそばにいて、うん、常にその人を思っていて、うん、それがいつか気づく時があるじゃん、はあ、その相手の方がね、相手がね、うん、だから何回も振られてたかもしれないけど、でもその人にとっての存在価値が高まった時に、うん、うまくいくケースはあるわけだから、うんうん、押しすぎるのがいけないかって言ったらそうでもないんだけど、うん、でも紙一重は気をつけなきゃいけないってことだよね、なるほどね、常に相手のことを思いながら好き好き言えばいいんだよ、うんうん、相手が今どういう状況でどうなって、相手が嫌がっちゃったらダメだよね、好き好き言ってるのにね、うるせえなってなっちゃうから、うん、それはちょっとね嫌われる一方ですもんね、そうなっちゃったら、あと結構ね欲出ちゃうとさ、なんか違うアクション起こしちゃうとそれ嫌われるから、え違うアクションっていうのは例えば言っちゃってるとかさ、来ないでって言ってるの来るとかさ、あ、いらないっつってるのにくれるとかさ、はあはあね、ちょっと待てっつってるの待たないとかさ、そういうのいるじゃん、そういうの、なんか思いが強すぎちゃってさ、でもそれをやればもっと好かれるんじゃないかなっていう、こう言って意外に好かれない、だから普通にしてればいい、普通に好きだよ好きだよって言いながらもちゃんと相手のことも考えながら相談乗ってあげたりとか、なんかいろいろサポートしてあげて、うんうん、その時にねいつか分かるよね、うーん難しいですね、うん、恋愛ってね、そう考えると難しい、だって人間関係難しいんだから、確かにほとんどの人の悩み人間関係だから、あだって価値観が違うんだからみんな、うんうんうん、同じ人なんかいないからさ、そうですね、でも価値観が違う者同士でも、うん、でもなんか安心感があるとか、うん、なんかそうなんだろうね、こう波長的なものあるじゃん、なんかいいなんか一緒にいると楽しいとか、うんうん、落ち着くとか、あとね楽しいっていうよりね一緒にいると落ち着くと、そう落ち着くとか安心感があるとか、なんかあやっぱこうなんかイライラが覚めるとかさ、うんうん、そういうのあるじゃん、そういう風に持っていくといける、恋愛はうまくいかないかもしれないけど結婚できるはず、うん、で恋愛と結婚全然違うから、結局女の人って恋愛いろいろしてみて一回りしてやっぱし安心感求めるもんね、うーん最初はね顔がいいとかねかっこいいとかさ、あれがいいとかこれがいいとかさ欲ばっかし言ってんだけどさ、うん、でそこで脱落したとしても諦めちゃいけない、うんね、違う方に向いてたとしても諦めちゃいけない、ここの、あの安心感だけはずっと保ち続けると、うん、一周回ってくるから10年後にうん10年後20年後来るから、だからそこまで一途で入れますかって話、まあそうですよね、あなたが欲を出すなって、あなたが欲を出す、本心を言うのはいいよ、好きだっていう、うんうん、本心を言うのはいいんだけど、うん、あなたが欲を出した瞬間終わるから、これね男が欲を出したら終わるんだよね、うん、
なんかねスゴカフェでは結構欲出したらね、それこそ何でしたっけ、うん、宝くじとかでもね言うけど、そうそうそう、ダメなんだよ。でも本当に純粋な気持ちを伝え続けるのはすごくいいと思う、うん、その絶対気づくから。うーん、それをやりきれないんだよ。みんな男はさ、やっぱ焦っちゃったりとかさ、うん、なんかこう気持ちが高ぶっちゃってさ、それでなんか変な行動して余計嫌われるっていう。まあね、それはね男性だけじゃなくて女性もね全然ある。女性はねどっちかっていうと現実的なもんばかし言うからね。男の方がロマン求めちゃうからね。ひょっとしたらみたいなさ、うんうん、そのひょっとしたらの欲がさ、まあ、妄想でとどめときゃいいんだけどさ、それを現実に持ってくるとうまくいった試し見たこともないよね。そうなんだ。悪化するだけだよね、うんうんうん、それはずっと自分の心で止めといて、ちゃんと安心感がある、ね、信頼ができるような付き合い方をずっと継続し続けれるかますかってあるじゃない。へー、それ10年、ね、20年好きで入れますか。分かち合える時は来ると思う。はあ、勉強になりますわ、気をつけよう。大体ほとんどそうだもんね、揉めてる時とか悩みとかね、いろいろ振り返ってみるとそんなパターンが多いよね。うんうんうん、そうで結局 最終的にああここで収まるなあって気づくんだよね。当たり前すぎちゃってるんだけど、ある時気づくんだよね女の人ってね。それはあ、自分が求めてるのはこの安心感だって気づいた時にゴールするよねみんなね。へー、うん、でも男がそこまで待てないケースが多くて終わるよね。そうなんですね、うん、だからさっきのやつもそうだよね。この3日間試されてんだマジで。確かに3日間ね、もう連絡来なくて、こっちはハラハラするから変にプレッシャーかけたりね、追っちゃったりとかしたりとか、うん、行っちゃったりとかするじゃん。ダメ。まあためちょっとね、ちょっとこうちょいちょいこう送るのはいいかもしれないけど、その駆け引きだな。駆け引きね、確かにね、ある意味駆け引き、うん、そこでも自分の気持ちはあの変えずにね、変な風にマイナスに思わず、うん、ずっと普段通りに安心感与えられるかどうかが試されてる。むしろ好きな人できたら応援してあげるぐらいの気持ちがいいよ。なるほど、うん、絶対その方がいい。でどうせ終わるんだから、そんな欲で欲で女の人って最初欲で突っ走っちゃうとさ、失敗しても失敗してなんか泣きたい時とかにそばにいてくれる人の方が結局そこを選ぶんだから。あーなるほどね、最終的にあるあるっぽい。確かに、うん、なんか相談とかしてたらみたいなね、うん、やっぱここだったわ、ね、みたいなね、うん、自分は最初は見かけとか、うん、経済力だとか、うん、なんだとかそういうところで行くじゃん、うん、女の人って、うんうん、そういう 見方目線で行っちゃうんだけどさ、結局は安心感を求めるよね。うーん、ケースが多い。その方が幸せになれる。そうなんだ。篠さんもそうだもんね。私そうめっちゃ今他人事みたいな。そうなんだ。実は大事な人そばにいるかもしれないね、もうね。え、それかそういうなんかそんな人だよ。ちょっと幼馴染に行くっていうのも分かる気がする、うん、あ、最終的にね、うん、分かり合ってるから結局は。でちょっと何年間か連絡なかったとしても、うんうんうん、お互い素で話せるのが一番いいよね。カッコつけてないの。確かに確かに。小さい頃からね知ってるとやっぱそうなのかもしれない。恋愛って女も男もカッコつけてさ、うん、結構背伸びしてさ付き合ったりとかするじゃん。うんうんうん、で半年後ぐらいになるとさボロ出んじゃん。うん、それが素なのにそれを受け止めきれなくなっちゃう、うんうん。あの時のあなたがいいとか言い出しちゃうからさ。うんうんうん、でこっちもあのほら付き合うまですっげえ男って頑張っちゃうじゃん。キャンペーンするじゃん。うん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 、でも落ち着いた手に入れました付き合いました落ち着くじゃん。キャンペーンしなくなるからさ、男のその差がさ、女の人はびっくりするし、男はそれが素だしさ、それでうまくいかないケース多いよね。ね、いろいろね、うん、恋愛相談とかも受けられてるから。めちゃくちゃ多いね、そういうパターンがね。ね、でなんだっけ。好きな人がね、好きすぎてやばいどうしようっていう、あ、まあのろけじゃないけど、自分の気持ちがね、ウキウキワクワクしすぎて止まんないみたいなね、感じや、うん。うん、その気持ち忘れんなよって話だよね。確かに、うん、その気持ち忘れんなよって話した。みんな見てる？やっぱ電話でポンがいいんじゃないの？電話でポンにする？うん、だってみんなのこと止まってんもん。コメント。もうねみんな見てない可能性もありますよねこれね、うん。でも今 YouTube にはオムさんのありがたい、うん、トーク残ってるんで。うん、あそうか。そうそうそう。あ見てるって。これメイソンですね。あ見てますありがとう。あそうだそうだ、何何、はいはい、ちょいこの流れであれですか、うんうん、なんかありますか。
見てまうちょっと恋愛相談やったからね。プレゼントもらっちゃった私。え、なんで？なんかあったの？誕生日はまだだろ。多分ゴールデンウィーク記念かな、うん、あ、記念ゴールデンウィーク記念に月1回ぐらい記念あるんだ、ね、あ、そう月、うん、なんかすごい真面目、すごいがっつりプレゼントじゃん。すごくないですかこれ。プレゼントもらっちゃったよ。わしも見てる、ありがとう。寝てる人いるよ、うん、あ、じゃあ起きてなんかプレ…なんで、これ誰かもらったの。これはですね、うん、お名前言ってもいいですか。ダメなし、ダメだったらダメって言って。プレゼントを送ってくれたと、送ってくださった方、うん、今見てるので、うん、見てるのでとか言って、名前言っちゃダメやったら言わないですけど、いいですよということでフリーメイソンさんからいただきましたあ、メイソンさんね、いや、みんなさんも分かってるわこれ、うん、ありがとうございました。もうさ、絶対今さ、違う人がさ、メイソンになりきってさ、いいですよ言っとる。またなんか送ってくる。あ、あああああ、私が前回いただいて、前回いただいて、このマークはあれね、いただいてますよ。私ブラックだったけど、なんか甘いのがいいっつってたから。そう、スターバックスいいですよがメイソンね、ありがとうそう、甘いものをね、やば、カフェラテ、おう、キャラメルラテ、抹茶ラテ、カフェモカだって、うん、好きそうなやつじゃん。めっちゃ好きしかもスタバ私よくね、うん、飲むから。私ブラックだからね、ブラック。そう、俺はドトール派。ドトール派は、うん、師匠はドトール派ですね。なるほどね私今、うん、職場に、ボイトレの職場に勝手にマグカップ置いて、私だけ、うん、飲んでんだ、コーヒー飲んでんの。最高にいいじゃん、マジでいいこれ飲もう、仕事中、仕事の途中に。やったじゃん。またメイソンさんね、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます、本当にありがとうございます。よかったよかった。タリーズ派もいる。そのうちコップ片付けられちゃう、うん、え、やだ、本当に本当にじゃない、まあ、コーヒーだったら何でもいいですよ嬉しい、ありがとうございます、うん、よかったね。うん、めっちゃ嬉しい、ありがとう。そうかそうか。いつも私最近一眼レフじゃなくて、うん、映るんです、うん、映るんです。最近撮ってるんだけど、ほうほう、今回も送ってくださって、うん、あ、そうなんだ、うん、今いいよね、映るんですね。そう、映るんですね。めっちゃエモエモなんですよ、うん、懐かしいな。あ、私が今、うん、最近撮った写真、うん、今スタッフさんに送ったらそれ載せれます。エモエモ写真みんな見てもらっていいエモエモ写真？エモい、やっぱり今エモいって言葉流行ってるじゃないですか。エモい、エモい、どういう意味？エモーショナル、日本語で感情的みたいな。あ、そうなの。うん、はーんってエモい、そう、エモエモ写真なんで、ちょっと待ってね。あ、そういう感じ書くの。いや全然英語です、英語じゃない、カタカナ。あ、カタカナ結構ねインスタに映るんですの写真を上げてるんですけど、うん、おお、もうぜひ。あ、これ版権的に大丈夫かな、ダメかな、わかんないな。一回送ってみって言ってる。エモい動画、写真、エモい写真です。ほうほう、ちょっと待ってね、マジでエモいからエモい写真、エモノにいいか。あ、そうそう、違う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 、エモノじゃないのよ。エモノじゃないんだ、ね、狩りしてそうですねじゃないのよ。そうだね、狩りしてる写真か。狩りしてないの、エモエモ写真なんですけど。全然イメージつかないな。すごいねこれ、うん、あ、これ青が抜けてんのか。ひと狩り行こうぜエモエモ写真なんですよ、本当に。ご覧ください。槍とか持ってる感じなの。槍持ってる、槍、せっかり、うん、緑今日多いよね、やっぱね、自然だからね。緑の日ってありましたっけ。あったよ、ほら、もともとの昭和の日。昭和の日、
昭和天皇の誕生日。それが緑の日、昭和天皇の誕生日。あ、私ちょっと、うん、休みだったじゃん。あれがほら昭和天皇亡くなってから、はい、緑の日とか昭和の日とかよくもうどっちかよく分かってきた。私ちょっと平成生まれなので。あれそうだったの。そうなんです。はい、ご覧ください。お見にくい。見える、これ全部ね映るんです。で撮ってるんだけど、ね、顔隠されてるんだな私の。あれこのさ、ほらひげのおじさんいるじゃん、ミスターポテトヘッド。ポテトヘッドに俺もなんかポテトヘッドに似てるってよく言う。わかるわかるわかるのわかるわかる。え、わかるの。このなどっちだ、左下かな、うん、これトイストーリーのやつなんですけど。どこ行ったの。上と左下が、うん、東京ディズニーシー。シー行ったの。はい、海。あの寺は、寺はどこだったっけな、これちょっと覚えてないです。で何がエモいの。え、この映像エモくないですか。あ、そうそう、上の写真とそれこそ左下のミスターポテトヘッドはインスタにも載せてます。フィルム写真いいよね、昭和っぽさが引き、まあまあまあ、そう、そのフィルムで撮ったやつね。そうそう、これ映るんですで撮ってるから。あ、なるほどね。このなんか今やアプリとかで映るんです、映るんですっぽい加工はできるんですけど、うんうん、それじゃあちょっと違うんだと。あ、そういうことね、うん、分かった分かった、理解した。エモいっしょ、うん、エモい、エモい、エモくない、うん、それはエモいっていうのね。そう、これを今、うん、あの現像もできるんですけど、あの紙にね現像できるんだけど、こういうスマホとかで1100円でデータとしてもらえるんですよ、うん、へー高くなったな。いや、めっちゃ高い。え、もうそもそも映るんですがね、うん、1300円とか多分するから高いね。昔現像よりもっと安かったもんね。そうそうか、から、うん、これ誰が撮影したのって連絡来てますけど、店長が撮影したんですかこれ。そう、俺を撮影したのか。店長撮影したのかな、うん、これそうだね、うん、よくない。え、だってもうなんならこの撮影のために行った、うん、行ったと言ってると言っても過言ではない。最近外出てるわ。撮影しに行ったのね。そう、なるほど。いつの間に。なるほど。昔500円くらいやったっけって。そうだった ね。いやもう最近ね、こういう写真出すとね、どうせ P に撮ってもらったんだろうとかって言われるんですよ。どう思います。誰に撮ったのこれ。あれで撮ったの、セカボで。いや、すごいな。映るんですもん、対応してんだ。あるじゃん、こうやってこんなのが、こんなのが。あね。昔でもあったよ、カメラ押しボタン。あ、そうなんですか、うん、へえ、あるんだ、うん、スマホ以外でも。そうか、映るんです、税抜き1680円くらいやって、やば。なるほどね。まあ一応あのフォローで言っとくと、しのさんあれだよね。何もフォロー出てこないじゃん。びっくりしたわ。あれだよねじゃないのよ。そこで詰まっちゃったらあれってなっちゃうから。ほらね、うんってなるよね。フォローで言っとくとあれだから、てんてんてんじゃないのよ、うん、そこで詰まっちゃったら本当にあれもしかしてってなっちゃうから、やめ、言わないなら言わないでやめて。大丈夫、男気ないから大丈夫。知らんわ、ほんと。いやいや、いいな。今のところ。今のところね。うん、でも、ミレノさんの占いで言うと、数週間から数ヶ月後に出会いがあるって言われたから。ドンマイじゃないよ、ほんとに。こういう話するとね、ドンマイって言われるんですから。あ、そうなの？うん。映るんです。タイマーあったっけ？タイマーないです。今ないからどうやって撮ってる、うん、誰が撮ってるんだって話ですよね。絶対言わないです。そうだね、うん、またでもあれでしょ、いつものあの子でしょ。いつものあの子って。最近ね、いろいろな、うん、出てる。そう、いつものあの子ですよ。あんまり面白くないよ。、ね、この話。あの占いっていつだったっけ。占いいつでしたっけ。3月。あ、そうそう、あの100回目。あ、そう、100回目、うん、100回目、100回記念。今日で100何回ですかね。3、103? 103?104? 103だって。103。103回目ですよ。昔日付が映るカメラありましたよね。これもね、多分ね、映ると思うんですけど、うんうん、設定してないのか。いや、
あの現像してもらうときに映らないようにしてもらってる。ああそうなのね、うん、あ設定できるもんね多分。なるほどね、多分ね。いや最近ね、うん、そうゴールデンウィークあったことといえば、ほう私の幼馴染、もう本当に保育園入る前から高校卒業までずっと一緒で、うん、ここ入ってクラス分けあったけど3年間ずっと同じクラスだった親友がいるんですけど、本当に物心ついた時から、うん、その子が2人目を、うん、が誕生しまして、おめでたい。いやマジでめでたい、嬉しいです。めでたい。いやもう予定日の時からね、うん、めちゃくちゃ私が緊張してて、ああ自分もねちょっとね想像してね、いや気持ち入っちゃって、うん、気持ち入ってね気持ち入って、うん、ちょっと緊張しちゃって、うん、でもちょっと遅れて、うん、日付はお湯沸かしたって、うん、そう多分岐阜実家の方で帰ってるっぽいから。そうだよ。いや良かったです本当に。おめでとうございます。生まれて大切です。そしたらね、うん、その2日後に大学の同級生が結婚しました。おめでたい。おめでたい。おめでたい。しおさんも今年こそ今年こそそういう出会いがあるといいねもうね、うん、じゃあしのはってそうそれを期待してるんだからそうゴールデンウィーク、そうだ仕事以外にも昔のバイト先行ってきたんですよ。おう何のバイトだそしたら、うん、昔ね普通に働いてたとこ行ったら、うん、そのしのチューブをみんな見てくださってて、あファンじゃないですか。そうそう元気にしてるねみたいな、シノチューブのシノの方が可愛いねみたいなこと言われながらあなるほどね、シノチューブの方がいいねみたいな、ね、いいねっつってシノチューブが本物のシノだと思ってるよみたいなことを言われながらやってきたんですけ ど最近その外での動画が多くなってるって、うんうん、最近食べてないぞと。そうそうそう、まあ、外では食べてるんだけどね結局 あれ誰と言ってるんだって話になって、おうおう誰と言ってんの。そうあれ彼氏かみたいな、みんな彼氏ができたんじゃないか、うん、とか言ってたの。シノチューブ見てくれれば分かるんだけど毎回女映ってんのよ女が映ってんのよなのにみんないじるために彼氏できたんかとか言って、みんな期待してるんだよ、応援してんだよ。いや本当にね、うん、スーツのおじさんお久しぶりですだって。あどうも久しぶりですスーツのおじさんです。お疲れ様です。お仕事ざわざわ女いんのよ。そうだいつもの子でしょ。いつもの子はいつもの子や。いつもの子じゃない人と今度ね行けるといいねC とかね、うん、いやでもまあスーツ厚くないのって、これがユニフォームですもんね。あそうなんですよ、これがユニフォームなんですよ。しかもここ結構涼しいですから今。結構ここねめちゃくちゃ寒いぐらいで、寒いぐらいですよ本当に、ね、最高です、まあ、機材がいっぱいあるから、うん、うん、そう、いやもうね、うん、本当にね、うんうん、あの皆さんがね心配してくださってるんですけど、うん、彼氏ができたんじゃないか。できたらもう速攻俺が言うもんだって。リークやめてよやめて、なんでリークされるのこんな近場まあねリークされる時ってね一番近いところからって言いますからね。そうなんだよ、誰が出したんだってね、一番近い人が出してるツイッターであげてるからね。そうそうそうね裏垢作って。そうだよ、今度ピンクのスーツ送ったら着てくれますかって。お着ようかな。じゃあ、え、でも似合うと思う。そうかな可愛くないですか。いいじゃん、かっこいい、ね、いやいや俺がリークするわ。いやもうそれ俺付き合ってるじゃん、うん、だからあの例の LINE アットでみんなでこう共有しようぜ。いやだよ、うん、共有、共有、共有って私のとこに来るだけなの LINE アット。すごかへんのみんな気にしてんだから、あの今年の占い当たるのかみたいなさ。いやもう見て、できたら心配しないんだよ、できないから心配なんだよリードちょっとそうなんですよ、一人だけね、うん、いつあんたは結婚するのとか彼氏できないのみたいなね言ってくださる方いるんですよ一人だけ、うん、親心ですから。親心、そうなんです。背中に死の命と入れますよいいねいいねいいね。まあそんな感じでね、服ね送ってもらっちゃったんだ、うん、あ服ももらったの。服ももらったの。へえー、これも何メイソンさん。これは、うん、多分違う、名前書いてなかったけど今、うん、言っていいのかな、言ってよかったら言っていいよって。
服。なこれ耳ついてる。でも手もついてる。カエルのパーカー。これちょっと今着れないんだけど。カエルなんだ。大丈夫ですよ。これパパかな、足のパパがおそらく送ってくださってて。めっちゃ可愛くない？手ついてる。手がついてる。手が。面白いじゃん。手ついてる。見えるかな。でも出すとこ、ここね。あ、ね、そうなんだ。そこじゃないんだ。そこじゃない。顔出すとこね、ここなの。おう、口じゃん。口なんだけどね。うん。閉めれるじゃん。閉めれんの。あ、じゃあ顔隠せるってことじゃん。あ、そう。最高。こういう。なるほど。いいね。そうなんです。ね、ゲロゲーノ。皆さんに感謝ですね。いや、本当にありがとうございます。そう、カエルパーカー。これね、サメもあって、はあはあ、結構サメが有名というか人気なんですよね。あ、そうなんだ。そう、あ、それのカエルだと思って。あえてカエルところがいいじゃん。センスいいですよね。センスいいよ。みんなと一緒じゃないと思う。そう、うん、これをね、なんかで着よう。なるほど。最近寒いじゃないですか、雨で。はあはあはあ、いいじゃん、ちょうど。ちょうどいいかもしれん。うん、じゃあ次回裏起毛があってええやん。そう、カエルイナネーム、うん、ゲロゲーノです。皆さん優しいですね。あ、みんなサメだからカエルにしただって、うん、やっぱそうなんだ。やっぱね、シノがね、人と違うものを付け出すっていうのをね、うん、どっちかというとカエルの方だもんね。走る顔が顔が誰が走る顔や。いやいや、両生類だから。そうそう、両生類、両生類顔だ。シノさん両生類だもんね。そう、私両生類、あの水の中でも生きれるし、うん、そうそうそう、どっちでもね。みんなサメだとサメるよね、うん、というね。あ、なるほどね。じゃあそういうことで電話でポンすっか。電話でポンすっかって急に。よかったら、うん、あ、つけてないわ、ごめんごめんごめん。そう、さっき遊んだと思った。よかったら、ゴールデンウィークこんなことを話し、あ、こんなことしたよとか、あの、私たちへのメッセージ等はございましたらお電話くださいませ。電話して待ってるよ。ギャグ言ってさすが師匠って言ってる。みんなおじさんだからね。、うん、頭がフル回転しちゃってさ、ついついダジャレ言っちゃう。ダジャレ言っちゃうね、うん、頭がね、いや、賢い意味や、ね、頭が回っちゃってるからね。そうそうそう、うん、ね、今日はね、みんなね、ちょっとゴールデンウィーク明けなんで、うん、そうだね。お、シベリア行くの？あ、ガサゴスガサすいません、本当に。シベリア行くの？そんな、くっ、そうっす。あ、誰か、いや、誰からも来てないっす。誰からも来てない。あれ、今日誰か電話してくれないのかな。指名しないとダメだって。指名制らしいです。じゃあ、今までかけたことがない人。いや、絶対かけないですね、それはね。え、そう。話してたもんね、ここで。でもかけたことない人の名前呼びづらいっすもんね。だから全員ですよ。かけてない、初めての人かけて。じゃあ絶対かけないよ。3分待ってかかってこなかったらちょっと誰か指名する。指名しないで、だって指名ホストかって。指名制なんで、うち、うん、ほら、まだ初めましているじゃん。確かに、うん、いるよね。さっきも大阪だって2回目だったもんな。大阪さん2回目ですね、うん、ほら、かけて。これは絶対かからないですね。3分待ってもかかんないですね、きっとね。じゃあ、あれが8になるまで、ね、8になるまで ね、 うね、うん、じゃあちょっとつなごう。冗談よ、うん、そう、なんかみんなは指名してるっぽいですけど、多分その人はかけなさそうですね。誰さんね。え、あ、常連じゃん。常連じゃなくて、なんか子さんじゃん。子さん、子さん、うん、俺も会ったことあるよね。すごく、ある、あ、あるある。だって来てくれてる、イベントにも来てたし。いや、ない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 、ないない人、ない方です、ね、舞台にも来てなかった。舞台には来てくださるけど、無天井会ってないんじゃないかな、会ってるのかっていう方ですね。でも、まあ、なんか何か会ったことあるよ。でも、しばらくさ、ほら、そうそう、コロナでさ、あれがなくなっちゃったから、すごい間空いちゃってるけど。でもないよね。ない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 。あ、そうか、ないのか。そうそうそう、ない。 LINE アット、スゴカフェの LINE アットができました。そうなんですよ、LINE で、うん、アットマーク、うん、008、あと小文字ね、小文字の WHOFM
って打ってくださるとスゴカフェの公式 LINE アットが出てまいります。スチャンの方を友達追加してもらってそこから電話ができますよということ で、シノからね今日もねメッセージお送りさせていただいております、うん、まあ、初めての人か女性よろしくお願いします。初めての人か女性女性おじさんおじさん多いからね、うん、アットマーク 008WHOFM、うん、女性は女性いないだろうな女性いないかいないだろうな女性は。そうか、そうそうそう WHOFM 008 女性型じゃないよ。もう8になりましたね。8のマーク女性いらっしゃらないですね。いねえか。じゃあちょっとオム店長、誰と話したいですか。そうか女性いねえのか。女性いない、いないだろうね。だって初めてもいないのか。初めては書けないでしょうね。ここもう何回かやってきたし。そうだ、まだいるんじゃないかと思うんだけど。いや、違いますよ。振り絞って絶対か、もうそういうの声は出したくないって人だっているんだから。そうか、うん、で指名もしあれば。指名じゃあ誰でもいいよ。誰でもいいですか。どなたか喋ってくれる人がいれば。うん、こっちから連絡できないからな。そうそう、電話かける人ね希少価値高い、うん電話できないからな。でもまあなんかゴールデンウィークやったこととか、まあそれこそ相談やったりとか、こう私たちへのメッセージやらなんかあったら、そうだね、よろしくお願いします。あ、来たの。お、誰だ。こんばんは。あ、もしもし。あ、女子女性だ。女性だ。女子どうも。この声はお名前お伺いしていいですか。はい、あのちかです。あ、ちかさん、大阪のちかさん。ちかちゃんじゃないですか、はい、です。うわ、空気読んでくれたね。いや、なんか めっちゃ忙しそうな音してるけど。あ、外、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。外大丈夫、うん、たまたま女性って聞こえたのでこれは電話しないといけないありがとうございます。ありがとうございます。これちょっとね嬉しい。嬉しい。女性今、ね、みんなピンチだったんですよ。みんな女性ですげー興奮してるけどあ、たまたまつけたら女性って言ってはったんで。いや、もうありがとうございます。ちかちゃん見た。ジョイント、ジョイント見ましたよ。え、ありがとう、ありがたい、すごい。見ましたよ。関西やってて、あのしのさんもちゃんとあの見つけました、うん、私は。え、わかりました、ありがとうございます。すごいやったよ。そうだ、関西でやってたもんね。うんうんうん、やってました、やってました。神戸の、あ、神戸の方で見たの。神戸、うん、神戸で見ました。やった。ちょっとこれしのさんのプレゼントしようか。もうねしのさん自分で買ってさちかちゃん、ちかちゃん送るよこれ。あ、本当ですか。 ありがとうございます。あれだな、実はもう一個あるんだよ。ある。え、めっちゃ買ってるやんすごい。しおちゃん嬉しいからあげるよ。じゃあ、あ、やった、ありがとうございます。もうなくなっちゃったねもうなくなった神戸でもやってたんだって。そうなんです、ね、布教してるそう、全国でちょっと舞台挨拶の時に。あ、そうなんだ。あ、じゃあ山本君にも会った。はい、おい、ちょっとだけお話しさせていただきました。すごい、やったやん。これは嬉しい、よかったです。なのでちょっともう一回見たいなと思って。あ、それはもう送る送る、うん、やったー、送っとく送っとく。お家でゆっくりね、お家でゆっくり見れますね。ちょっと止めて、はい、止めてね、しのさんが出てたところね。そうそうそう、止めて、そうそうそう、一時停止した、そうそうそう、これだって、これだ、もう巻き戻しでしたっけ。そうそう、巻き戻しで巻き戻しない、見て、結構見てるちょっと見て、ちゃんと見てくれてちゃんと見てくださってるありがとうございます。そうそうそう、巻き戻しじゃないのよ、いやいや今早送りなんです、早戻しなんですねだいぶもう1時間ぐらい前から見てくれてる、ね、結構見てくださってますね。ジョイント結構前の話ですか。ありがたい、ありがたい、そうそうそう、ちゃんと見れました。 ありがたい。いやいやいや、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたか。はい、うん、ゴールデンウィークはほぼ家にいて、うんうんうん、もうちょっと通信教育やったり、ほうほう、あとはちょっと勉強してた。兄弟が帰ってきてたのでお買い物行ったり。いいですね。そうかそうか、そうなんです。
そっか、前ね、なんか新たに勉強をねしてるみたいな、し始めるとしてるって、それのやつですか？そうです。勉強続かないとかやってんじゃん、ね、そうなんですよ。すごい素晴らしい、さすがですよ。ちかさん出てくださる。そうそう、実家。兄弟が帰ってきて。そうなんです、うん、実家で。そうかそうか。2個前でしたっけ、出てくださったのが。最初じゃ、一番最初じゃ。そう、一番最初のね、電話の無視。そう、一番最初に出ていただいて、で、毎回出てるって、前回はね、ちょっと出なかったけど。じゃあ、そんな毎回なんて。月1ぐらいで、どうかな。月1ぐらいで、うん、あの、ちょっと出演、準レギュラーですか。いや、嬉しい、でも。だって、女子の声みんな聞きたい。聞きたい、聞きたい。あ、本当ですか。ちょっと今回はね、めちゃくちゃ嬉しい。ねえ、よかった。ちゃんと空気。コメントがね、うおーみたいな、すげーみたいな。よかったです。そう、大阪ロケしようねとか言ってたもんね。そうそう、大阪ロケしたいじゃん、うん、そう、しましょうしましょう。いや、もうなんか、あの、はい、ちかさんが私が大阪行ったら、はい、ツアーをしてくださるっておっしゃってたので、はい、いいね、血のチューブ取りまくりじゃん。そう、あれ京都も詳しいんだっけ。あ、京都、そうですね、京都も詳しいです。京都好きなので。学校京都かどっかだったよね。あ、そうです、学校が京都の方で。え、行きたい。美味しいもの教えてください。食い倒れの街だもんね。スイーツ、スイーツ、あ、スイーツ、やっぱ、俺、はい、京都はやっぱスイーツが美味しいのがいっぱいあるので。あ、そう、抹茶系とかですか。やっぱ抹茶もそうですし、洋菓子も美味しいところあるので。あ、もうそうだよね、行きましょう、行きましょう。最高。食い倒れるじゃん。シノチューブなんかいっぱい溜め取りできるぜ。ね、マジで嬉しい。京都編、ね、あ、そうですよ、ね、京都編シノチューブで出してくださいよ。やった、嬉しい。やった、行きたい、マジで。それはいいね。今年ね、行けるといいな。そうですね、うん、ただ夏暑いので秋ぐらいに来られた方が。あ、盆地だからね、やっぱ、うん、秋ってもみじとか。そうですよね、綺麗ですね。そうですよね、うん、いや、行きたいです。お店行ってもいいですよ、うん、京都は。へえ、楽しみが増えました。いいね、行きましょう。ちかちゃんが東京に来ることないの？東京に来ないの？東京にも、東京ですか？東京も行きたいですね。いや、ぜひ、なんか来ていただいた時はそれこそすごくカフェにね、来ていただいて。ここ出るか。そうですね、多分みんな顔見たいと思う。本当ですか？絶対見たい。見たいよ、ね、絶対見たい。どんな顔してんだろう。言ってないけど見たいと思う。顔なしで。そうです。でもね、あの、マスクで出てくださってる方とかも、ね、全然いらっしゃるので。マスクいらないでしょ、だって永遠の25歳。一緒ですから、ね、そうそう。ワクワクって。そう、おじさんたちが見たいって。ちゃんともう交通費どころじゃギャラ出すよ、ギャラ。ギャラを。うん、そうですね。しのちゃんと交代でじゃないよ。いやそんな、しのさんにはもう及びません。私が大阪行っちゃうかもしれない。交代して。交代して。一般人だからね。一般人だ。いや、でもね、ぜひ出ていただきたいですし、はい、たこ焼き食べに行きましょう。あ、行きましょう、一緒に。作れるよね、ここで。確かに、作りながら食べればいい。たこ焼き作りながらさ、出てもらった方がいい。あ、はい、あ、いいじゃん。シノチューブも作りながら。ありあり。だって本場だぜ。ね。多分作ってくれるよ。え？うん。絶対美味しいじゃん。絶対美味しいやつですね。ねえ、食べたいです。いやー、空気読んでくれた。ね、本当にね、びっくり。まさか名前見た時に、みたいな、マジ。全く誰も連絡してくれないから。いや、ありがたいですね。でも本当に見てくださってる皆さんにね、支えられて。もう本当に皆さんのおかげで成り立ってます。いや、本当に嬉しいです。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。いや、ちかちゃん嬉しいから送るわ。ありがとうございます。楽しみにしてます。で、しのさんとこ鍋も。早戻しで早戻しに行ってもらってスクショしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、すいません。ありがとうございます。失礼します。失礼します。お疲れ様です。いや、観音様やな、本当に。空気読んでくれたわ、光栄ですよ。皆さんもよろしくお願いしますね。今後こんなのありそう。ちょっとよろしくお願いしますねどうぞっつってね。すごい、うん、ありがとうございました。なかなかね、さすが。そうそうそう、みんなもやっぱ
前も喋ったからっていう方とかもねきっといらっしゃるだろうからかけづらいとかあるけどね。さすが大阪人。さすがっすね。ありがたや。ありがとうございます。じゃあいいよかけてくれても。まあもうあと10分ですからね。シノファンいねえじゃん。シノファン最後のシノファン。最後のシノファンで、配信最後にシノファン。シーンってなんのよシノファンって言ったら。あとはほら初めての人とかも勇気を振り絞って。どうぞ。全然いや本当に近さんありがとうございます。助かった。紅茶のリプトンのレストランもあるんですって。そうなの。京都。いや京都大阪なんて修学旅行以来行ってねえもんな、うん、お、うん、すごい、まあ、コメンテーターはい、こんばんは。あ、こんばんは。あれ、こんばんは。風邪ひいた大丈夫。あ、こんばんは。あ、大丈夫。あ、聞こえる。うん、いつもの声だった。あ、ちょ、ごめんなさい。お名前をお伺いしていいですか。はい、師匠です。師匠さん、師匠です。ありがとうございます。師匠じゃないですか。ちょっとなんかね、風邪ひいたかなと思って最初。ごめんごめん。あ、全然全然。前回は酔った勢いでちょっと電話してしまったので。もう常連じゃないですか、師匠。その説は本当すみませんでした。師匠です。ありがとうございます。いやいや、今回もねこうやって、はい、今回シノファンって言われて、そう、シノファンってね、そう、誰も出ないっていうのもねあれなんだよね。ありがとうございます。イケボだ、イケボ、ね、イケメンボイスではないのよ。ないのよ。ないのよ。師匠はゴールデンウィークどう過ごしました。あ、そう、ゴールデンウィークはですね、うん、またちょっとブラブラとウォーキングをしまして、あ、いいですね。30キロほど。すごい。歩きましたよ。どこまで行ったの。御前崎っていう、うん、静岡県の、うん、駿河湾の先っぽのあたり行ってきましたね。東京から、歩いてるね。すごい海がいいとこでしたよ。いいよね、綺麗で、ね、深いし、ね、で灯台登ったりとかして、うん、いいね。そんなゴールデンウィークを痩せました。はい。ちょっと痩せたかもしれない。おお、まあ、痩せるよね、そりゃ。痩せる、いいことだよ。ねえ。もうね、歩かなきゃいけない年頃なんだから。うん、いや、もう歩くの楽しいっすよ。で、この時期は本当に歩くと気持ちがいい、本当にそういう。過ごしやすくてね。いいよ、いいよ。で、4月の30日かな、歩いて。うんうん、で、まあ、5月の3日にも、東京から横浜までちょっと歩いたりとかした。結構歩くね。すごい。素晴らしい。でもその反動でもう4、5とかそのあたりも寝てましたね、完全にね。あ、まあ休む、ね、休むのも大切だから。うんうんうん。ね、完全に死んでましたね。超回復しなきゃね。超回復、ね、そうそう、超回復必要だから。超回復必要だからね。うん。そうか、ちょっと師匠にね、ちょ聞きたいことがあるんですけど、はい、いいですか。あ、なんすか。師匠、シノファンになって何年。はい。ね、師匠、死の存在を知って知ったのいつ。どこ。6、7年ぐらい。どこ。OK。10年前ですね。昭和の時代。昭和の時代じゃ、10年前昭和の時代じゃないです。違ったっけ。はい。10年。10年ですね。それこそ私が事務所に入る前の活動してた時から知ってくださってるので。うん、そうです。その前から。はい。からマジで子さん中の子さんやと思います。まあ、そのだって長いだけです。事務所入るも何屋さん。女の子と踊ったりしてたんですけど、女の子と踊ってるっていうのがあるんですけど、ライブにも見てくださってますし。そこから、はい、超古いじゃん。超古いです。なのでまあいろいろね、うん、もうここでは言えないいろんなことがありましたが。ここでは言えないです。ちょっとめっちゃ誤解されるよ、ね、意味踏んじゃったけど、全然全然非常に誤解される今。全然そんなことないですけど、しのちゃんが30くらいの頃が違うわ、うんうん、そうだね、むしろ助かるわ。何がやる。そうそうそう、むしろ助かるわ。レジ打ちしてた時から。レジ打ちしてなんかと思う。そうか、レジ打ちはしないと思うな。レジ打ちした時知ってるってどういう人材よ。どういうことか。確かにね。それで何者みたいな。そこ
かで、うん、あの知ってくださって、でも当時は違う別の子を推してたんですけど、そう、昔その踊ってたユニットというか2人組でやってて、で片方の子の、まあ、チェキのレーンですね、こう並んでたら、あの市の方がむしろあのスイッチなんで、うん、まあ、まあそっち行こうかな、最低でしょ、こうやって言うんですよ、しのさんの方が空いてたから、あこっちの方があのいいと、こっちの方がいい、なんかまあかわいそうだからっつって、ちょっとかわいそうかな、ちょっと並ぼう、ひどいよねこうやって言うんだよでも、まあ、ユニットくらい、そうそうそう、でその中で知ってもらって、あそうそう、そう、まあユニットっていう結構もううちはもう楽しく、うんうん、あとシノチューブにもねその子出てくれたりしてるんですけど、実は、うん、今でも関係、あ交流あるし、でさあれか、いつものいつもの子ってそれか、違うと思います、いつもの子じゃないと思ういつもの子ではないんだ、そうそう、あ、ね、そうそうなんだ、結構長いこと、うん、長いね、そうそう見ていただいてますね、そうか、うん、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます。面白いので、まあただ見てるだけという感じです。飽きない感じでこれでですね。そうですね。でも大人っぽくなりましたよね、その時よりか私は。どうですか？え？大人っぽくなりましたよね、私。え？え、何何何？なんで急に耳聞こえんくなったんや？あ電波がおかしいかもしれない。なんでや。普通に喋ってた。ちょっとモザイクみたいな。ノイズが。ノイズ乗っちゃったかな。ノイズ乗っちゃった。まあ可愛い、うん、その時も可愛かったけど今も可愛いよね。え？なんでです。高速はそうだねでしょ。こんな感じで。まあ、ますます丸くなったってことだね。はい、そうそう、丸くはいろんな意味で丸くはなってるかもしれないですね。そうですね。うん、はい、あそう。いろいろ丸くなってはいいと思う。しのさんが10代の時から応援してるってことですね。あ、そうかも。え？ええじゃん、そこはええじゃないのよ。15歳からでしょ、だから。あ、そう、今25歳ですからね。はい。ね、あ、じゃあ24歳ですかね。うん、じゃあ、あれだ、高校1年生ぐらいから。そうそう、もう高校1、中学生ぐらいの時から。あ、そうなの。キャリア長いね。キャリア長いですね。素晴らしいわ。子役の時から見てますか？あ、そうそうそう、子役やってたの？子役の時から。子役の時から。子役から応援してんだ見ていただいてますね、師匠も何歳よって話ですけどね、昭和だからだいたいちょうどいい感じじゃない、じゃじゃじゃ昭和だからじゃない、そうそうそう、長いこと応援してくださってます、実は、いやそうなんだね、はい、これが一途ですよ、頑張ってください頑張ってくださいだってロリコンではないですね、そうそう、あまあそんなかそんな感じで応援してくださってて結構長く、はい、なので割と私もね、だいぶフランクに師匠と話してますね、そりゃな、そうだね、うんうん、ありがたいね、ありがたいですよ本当に本当に、ね、あいやいや、もうあのただただ面白がってるだけなんで、いやいやちょっとねちょっと尊敬した、いつも雑に扱ってごめんね、雑に扱っとったんかい何かあればいじっちゃばかしいみたいな、あ、ね、何かあれば師匠みたいなね、師匠に助けを求めるみたいな、何かあったら呼んでください、大したことできないですけど、いや今日もねこうやって通話してくださって、あもうさすがですよ、シラフでね話すのなんか嫌ですね、これね緊張しますね、すっごい、いやいやいや、ありがとうございます本当に、いやいや、じゃあまた次回も次回も何、うん、かあったら、なんかあったらこっち、うん、呼んじゃうかもしれませんので、ちょっと空気読んで、空気読んで、空気読んでよろしくね、空気読んではまた難しいことぜひよろしくお願いします、あこちらこそ、いやありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様です、ありがとうございます、失礼します、なあそうなんだ ね、この罰ゲーム感は何だろうって言われてるけど、いやいやいや、罰ゲームですよ、まあまあそういうね、応援してくださったきっかけがありますね、長いんだね、めっちゃ長いです師匠は、そっか、じゃあ大事にしなきゃ、すっげえ雑に扱いすぎたじゃんなんか確かに10年前から応援してくださってる方、今でもなんか舞台見に来てくださったりする方もいらっしゃるんですけど、生放送こうやってコメントくださるのは師匠だけかもしれないですね、うん、あとみんなちょっとあれか、恥ずかしいガリア、恥ずかしいガリア、ちょっと私の方がツンデレが多くて、別に師匠なんか応援してねえしって言いながら、うん、そう何かあったら、うん、なんか電話かかってきたよ、かかってきた、お、お、こんばんは、あ、お、あ、
はじめまして。はじめまして。はじめまして。お名前をお伺いしていいですか。上野と申します。なんて。上野くん。上野と申します。あ、上野さん。あれなんか聞いたことあるんですか、はい、上野くん。上野さんって私たちが知ってる上野さんですか。あ、多分そうですね。多分じゃあ違うかもしれないな。あれイベントをお手伝いしてくれた上野くん。あ、そうですそうです。結構あのコロナ前ぐらいとかに。あ、そうだ、上野さんだ。上野くんお手伝いを。はい。あのうちのイベントね、篠さんも出たあのイベント、うんうん、お手伝いしてくれた上野くん、うん、篠さんはオペラで歌われてた時に、うん、あのちょっとだけあのお手伝いをさせていただいてます。お久しぶりです。久しぶりじゃん。元気。そうなんですよ。そうそう、ツイートイベント。そう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 、もうだとまあ何年前だよ。フェイスブック見てたら、うんうん、あのニコ生のあのアカウントであのDVD が決定っていうのをちょっと見まして、あ、もうこれはちょっとぜひ直接おめでとうございますっていうふうに言わなければなと。 ありがとうございます。上野くんにちょっと送ってあげて、はい、もうないけど今。じゃあシノのぼ、うん、シノさんのあげるか。サインいただいたやつをよろしければシノのその説はいろいろお世話になったんだからさ。そうそう、本当にお世話になってる。3年前、2年前、年前、ね、コロナ前だもんね。年前やか。コロナ前だもんね。うん。あ、そう。本当コロナ直前みたいなやつですよね。これ今日お世話になった人にお渡しする会みたいな。申し訳ないですね。もうなくなっちゃったよ。なくなっちゃった。ね、あ、上野くんじゃん。お久しぶりです。あれ、スゴカフェには初登場でしたっけ？初めて。ちょこちょこ見てはね、いたんですけど。ありがとうございます。はい、ここぞっていうところが来ればぜひっていうところで。おお。はい。ありがたい。今日はね、はい。今日こういう会だったんで、もうぜひ直接っていうところで。ありがとうございます。やっと初めましてだもんね。初めまして。じゃあ上野くんまた次回も頼むわ。次回あの悩みとかね、うん、もしかしたら上野さんあるかもしれんから。そうそうだね。あ、そうです。うん、お悩み相談。あ、そうそう、悩み考え。そうそうそう。次回聞かせてください。あ、ちなみにゴールデンウィーク、ゴールデンウィークなんかどっか行ったの？上野くん、ゴールデンウィークどっか行ったの？ゴールデンウィークあのサービス業なものでして、うん、ずっと仕事をしてました。あ、仕事だったの。大変だ。仕事か。そうですよね。書き入れ時だからね。サービス業だとそうだよね。ここで稼がないとどこで稼ぐんだっていう時期なので。あ、なるほど。うんうんうん、まあ、本当に皆さんお越しいただきましてっていうところでしたね。ゴールデンウィークでは。俺ね、行ったことある。本当。あのもう何年前だっけ、 あれ4年ぐらい前じゃないの。もう。もうだいぶ前に1回だけあの、ね、施設でね、とある施設で。そうそうそう、はい、超いい施設なんだよね。働いてらっしゃるんですよね。家族で行ったもん。本当にプライベートで行ったね、うん。そうですね。しかもゴールデンウィークでしたよね。確かの時。あ、それあれ4年、そうか。そんな込み込みの時に。4年前だ。多分そんな時期じゃなかったかなと思うんですけど、ね。あ、そうかも。あ、そうかもしれないね。うん、はい。うわ、だいぶ前だわ。また行こう。ね。ありがとうございます。そうかそうか。いや、ありがとうございます、上野さん。上野君ありがとう。初めまして来たじゃん。時間がなんか押してしまう。うん、そんな時間で申し訳なかったんですけど。いやいや、ありがたいよ。また、じゃあ次回ね、うん、ゆっくり。そうだね、はい、ちょっとね、ゆっくりの時にね、うん、ぜひ一回。番組的にもう時間になっちゃったからさ、上野くんまた今度さ、ちょっと悩み相談してよ。はい、そうですね。うん、ちょっとお悩みを、ちょっと、聞く聞く。ぜひご相談させていただきたい、うん。ぜひよろしくお願いします。とんでもないです。ありがとうございます。あ、お電話ありがとうございました。ありがたい、ありがたい。こちらこそ。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。かけてくれたじゃん。ね、びっくりびっくりね。ということで上にジョイントの DVD の、うん、あれがあります。 URL ございますのでご覧くださいませ。本当だ。そうそう、今年のゴールデンウィークね、久しぶりに行動制限がなかったということで。そうだ。いや、超久しぶりだな。ね、いいね。上野さんめっちゃ久しぶりやった。来るじゃん。じゃあ来るな。来るよ。知ってる人ばっか、身内ばっかやけどね。まあ最初はね、でもそのうちから、まあ、ちょっと恥ずかしいなって思ってた人も勇気を振り絞って一歩一歩振り出して、うん、そう、スゴカフェ公式アットラ、公式 LINE アットできました。アットマーク 008WHOFM かな、合ってたかな、まあ、YouTube だったらここら辺に、ここら辺に出てるんで。あ、 YouTube にも載せてくださってるんですか。載っけてよ。ありがとうございます、うん。あるので、そこには、うん、私から今日ね、うん、メッセージ飛ばさせていただきましたし、
あともしかしたらね、ツイッターには載せない写真だとか動画が流れてくる可能性もありございますので、基本的に動くのは月曜日だと思ってもらえれば当日ね、そうそう、スゴカフェがある日って思ってもらえれば、今までそれもなかったからね、確かに、うん、ありがたいわ。今日ね送ってみんなね、うん、ワンシノから来たキュンキュンって思ってくださってるかもしれません。へー今まで大阪くんがねツイッターをね頑張ってくださって、あ、シノさん5年目にして初めて自分で告知してるよと思っちゃったよ、うん、でしょ、シノから来たっしょキュンキュンって、うん、あとはそこにねなんかほら相談事だとかテーマだとかそうそうそうもらってもいいよね、あの見れるようになってるので、そうそう、月曜日に電話ちょっと恥ずかしいなっていう人はそこでコメントお待ちしてますね、そうお待ちしてます、うん、いいじゃないですか。次回次回ね、あそうテーマとかね、次2週間後5月の23日かな、5月23日の月曜日ですねに、2週間後合わせてぜひね送ってくだされば私が見ますということで、あの告知ありますか。告知は、シノチューブやっておりますので、ぜひご登録いただきまして見ていただけますと幸いでございます。そしてゲーム実況やってます、それまたプニチューブってやつなんですけど、シノチューブのチャンネルの方からプニチューブ飛べるようになってるので、それもほうほう、それで、ね、100人いったわ、100人いきました、ありがとうございます。 ゲーム実況の方ぜひね、すごいじゃんそっちね、え俺のチャンネル登録者数より多いじゃん、ね、いやでも本当にね、今48人だもん。いやすごいですよ48人、毎日投稿って本当に頭おかしくなっちゃうから、 おかしくなってたよね。いやもう気が狂っちゃうから本当にすごいなと思います。シノチューブ最初毎日投稿じゃなかった、ねえシノチューブもできなかった、気が狂ってたもんね、気が狂ってたから。本当にぜひご覧くださいませ、ありがとうございます。あとじゃあこれね、足のチューブ187本上がってんだって今、すごいじゃん、449人、そうそうそう、初期一緒に俺となんか歩いてる絵流してなかった、流してた流してた、何年前だよ、うん3年ぐらい前だよ。シノチューブあと一人なんか Google のアカウント作ってやれば、うん、記念すべき450人目いけますね、うん、あそうなの、そうサブアカ作って登録したら450人いけるじゃんよろしくお願いします。すごいじゃん、449人もいるの、すごいね、食べてるだけの動画に、俺48人しかいない、頑張る、頑張りましょう一緒に、あとぜひジョイントもよろしくお願いします、お願いします、もう多分最初で最後です確かにね、うん、そんな感じですね。他に告知は、頑張って毎日投稿してますんで、いや本当にすごい、ただちょっとこれから雨が続くってことで雨天中止なんでね、撮影がねしょうがないですよね、うん、なのでちょっと毎日行けるかどうか微妙ですけど、コツコツ頑張って目指せ1000人行きたいと思います。イエーイ、そんな感じか。ショート動画って何、ショート動画って60秒以内ぐらいの動画があるんですけど、うん、それで最近なんか視聴者層とかチャンネル登録増やしてる、ダイジェストもありだし、有益なことをショート短い時間で流すみたいな、例えば、うん、そうだな、1本作ったやつの、いやもう本当にそれもできる、それ用で作る、ダイジェストもできるし、それ用に、あそれ用に作るってこと、作ることもできます。だから大変だな、うん、二の腕を痩せたい人はこの運動をすれば OK、 1,2,3,4 みんなやってねみたいな、あ TikTok みたいなやつ、あ、まあ、TikTok みたいなやつですね、ショートバージョンみたいな、そうそうそう、インスタとかね、全然そこら疎いんでね、うん、でいつか、そうそう TikTok みたいなもんです、いつかそうですね、シノチューブとコラボ企画でたまれへんでロケをしたいなと思ってますんで、いつになるか分かりませんけどぜひね、そうそう、実はショート動画何本か上げてんのみんな知ってた私そうなの、そうそう上げてる、でもそれはね切り抜きなんですけど、切り抜きというかダイジェスト、あ切り抜きっていうのはダイジェストなのね、ちょっと勉強していこう、うん、ちょっと切り抜きとダイジェストまた違うんだけどねまあそんなわけで、あの私たち YouTube やってますのでご覧ください。そうか、そうさあ、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。いやいや電話ありがとうございました、ありがとうございました、本当に助けていただきました、助かりました次回は5月23日20時30分からでございます。また次回のスゴカフェでお会いしましょう。スゴカフェ閉店です、バイバイ。